はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語動詞丸2をお送りします。で、前回からね動詞が始まって、今回2本目で、今回は動詞の種類についてやっていきます。で、全部で問題は4問なんですけど、ちょっとお願いがあってですね、今回4種類動詞がある、で、動詞って4種類あるんですけど、それが1,2,3,4 で、4は書いてあります、補助動詞って。で、ここ名前が抜けてるのね。で、本当は番号振った方がいいと思ったんだけど、四角1の丸1って書くとちょっとねごちゃごちゃすると思ったんで、ここ番号外してあります。だからここの動詞の名前とこっちの4問をやる感じでお願いします。では、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってもらって、でちょっとね確認してもらって、わかんないのがあれば今からね全部説明していくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、その1番のポイントの中からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではまずね、さっきも言ったように動詞は4種類あるね、4種類の動詞って書いてある。で、まずこの名前を覚えていってください。で、まず1番、ここね、1つ目の動詞で、この動詞はどんな動詞かっていうと、何をっていうのが必要になるんです。で、ちなみにこっちは何をが必要にないんです。ここの違いがある、2つ。何をっていう対象が必要。まず名前から言っちゃいましょうね。これがですね、他って漢字を一文字入れて他動詞って言います。他動詞で、例として3つ書いたんだけど、集める、変える、書くです。もっとあるよ、たくさんあるんだけどね。で、これどういうことかっていうと、そのね、何をっていうのが必要ってどういうことっていうと、例えば集めるを使おうと思った時って、カードを集めるとか切手を集めるみたいな感じで使うよね。何かをってのが必要になる、基本的に。で、変えるもそう。例えばカーテンを変えるとか筆箱を変えるみたいな感じでをが必要になるんだよね。で、書くも手紙を書くとかメールを書くとか、まあ、メールは打つのが正しいけどね、まあ、そんな感じでほにゃららをっていうのが必要になるのが他動詞って言います。俺、他のものが必要だから他動詞って覚えるんですけど、例えば手紙をっていう他のものが必要でしょ。まあ覚え方はね任せますが、これが他動詞で、二つ目、その逆というか、ちょっとね、こう仲間というか、似た者同士ですけど、こっちは何をが必要になんない。で、これのことを、自分の字っていう一文字を入れて、自動詞って言います。で、今度は、さっきと似てるんですけど、こっち集める、こっち集まるなんです。変える、こっち変わるなんです。最後ちょっと違うんだけどね、これ来るって書きましたけど、例えば、集まるって使うとき、人が集まるとか。だよね。人を集まるって言わないでしょ。何をが必要にならないんだよ。例えばさっき、カーテンを変えるって言いました。これ、カーテンを変わるって言わないよね。でしょ？服装が変わるとかは言うけど。がだよね、やっぱりそこは。これもそう。人を来るとは言わないんだよね。人が来るとは言うけど。いい。だから、何をっていうのが必要にならないんです。似てるけど。これが他動詞と自動詞の違い。で、三つ目です。今度は、ほにゃららできるっていう意味を表す動詞。で、できるって、まあ、英語でも使いますけど、可能だよね。何かをすることが可能なことをできるっていうんで、これも、可能動詞って言います。いいかな？可能動詞です。で、これは、読める、いける、変えるです。これ全部読むことができることを読めるだよね。行くことができるのを行けるっていうね。買うことができるのを買えるっていうじゃんか。だから、できるっていう意味を含んでる。その言葉を可能動詞っていう。で、四つ目はもう書いてる。補助動詞。で、これね、多分テキストとかによっては形式動詞って書いてるのもあるかもしれないんだけど、俺がね、補助動詞で覚えてたんで、ちょっとこっちでいきます。で、これはもう補助する動詞です。で、どう補助するかっていうと、笑っているのいるとか、置いておくの置く、飲んでみるの見るに変えていくのいくです。で、これはね、まあ、これをまず4つ覚えてしまうといいと思います。他にも、ほにゃららてくるとか、ほにゃららてあるとかもあるんだけど、ひとまずこの4つがいいかな、個人的には。で、これはね、すげえ前に、文節の勉強したときにさ、ほにゃららてとか、ほにゃららでってそこで切ってねっていう話をしたの。これちょっと書いちゃうけど、笑ってね、いるねとか、置いてね、置くねみたいな感じで。で、こう切った
た時にその下の部分が補助動詞になります。基本的にはその笑うっていう言葉にいるが補助してるんで、いい、これも飲むなんだけど、飲むに見るがこう補助して飲んで見るになってる。いいかな、これが補助動詞なので、この4つを覚えておきましょう。で、これもぜひ名前も覚えておいてください。たまに出されるのでテストでね。では最後ね、4問この中から動詞の種類を書いていきます。その4つだね。で、1つ目が部屋のドアを閉める。いいね、閉める。その前を見てみます。ドアをだね、ドアをがある。つまり何をっていうのが必要になっているので、これは他動詞です。いいね、何をが必要だからね。で、彼は英語を話せるです。これ話せるっていうのは話すことができるって意味だよね。なのでこれは可能動詞、できるよってことが言いたいからね。で、次、会議が始まるんです。で、これ会議がなんでおじゃないんだよ。だからこれは自動詞になります。いいね。で、最後までやってからちょっと説明するね。で、大きな鳥が飛んでいる。飛ぶにいるがくっついてるね。だからこれは補助動詞になる。補助動詞、いいかな。まあ基本的に補助と可能は結構見つけやすいですね。補助はもう分かりやすいし、下にくっついてるからね。で、可能っていうのもできるって意味を含めてるって覚えてしまえば結構いけると。やっぱ気をつけなきゃいけないのは他動詞と自動詞、まず根本として名前を覚え間違わないこと。いいね、何をが必要なのが他動詞だからね。他のものを必要とするから他動詞で、例えばこれもそうだけど、例えばこっち行こうか。会議を始めるだったら、始めるね、だったら他動詞なんだよ。会議をだからね。いい、こっちもドアが閉まるだったら自動詞になります。なのでその前の部分を気をつけて見てもらえばね、区別つきますんで、そんな感じでやってみてください。では今回は中学校国語動詞丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はね、まだ動詞は続くんですけど、タイトルが動詞の活用になります。で、こっから活用がほにゃらら系だねが始まっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。